皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。今回はこちらのグラフィックボードのご紹介となります。シュラミちゃんがいないって。いやちょっと最近いろいろと買いすぎてたので、今日はこっそり動画を開始してよ。ちょっとシュラウド何やってるの？ってあれ、動画の撮影してるの、なんで呼んでくれな、って何よこれ。いや、これはその、ごめんなさい。あ、逃げた。ということで改めまして皆さんこんにちは。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。で、あんたこれ一体？あ、はい、こちらのグラフィックボードなんですが、NVIDIA のエントリー向け GPU、GeForce RTX 3050 が発売したので早速買ってきました。早速買ってきましたじゃないわよ。ということで今回は、こちらのグラフィックボードの開封とスペックの確認、ゲームベンチマークでの性能測定、実際にゲームをした時の性能がどのくらいなのか、この辺を見ていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編行ってみましょう。シュラララ。ということで早速開封をしていきましょう。今回購入したのは RTX 3050 非OC モデルとなります。こちらは2022年1月27日23時に販売となりました。発売日のネットでは即座に売り切れ続出となり、私は次の日店舗で購入したんですが、開店の少し前から並んだら購入できました。で、こちらの RTX 3050 なんですが、価格がなんと39,800円だったんですよね。他の OC モデルは5万円を超えるものが多いのですが、今回初回販売の2種類だけ39,800円という破格で発売されたんですよね。え、なんでそんなに値段が違うの？どうやら GeForce の公式ページでこの金額発表があったことと関係してるみたいですが、詳しいことはわかりません。またこの39,800円は初回ロットだけの希少品になりそうで、次回ロットからは、というお話も聞きました。この動画が出てる頃にその金額のものがあるかわからないけど、もし欲しい人はそれがあったら即買い必須ってことね。ですねー。で、今回なぜこのグラボを買ったかなんですが、前回 RX6500XT を33,000円で購入したんですが、ゲームをしたいという目的だとなかなか微妙な感じだったので、そこら辺がこの RTX3050 と違うのかも見ていきたいと思っています。で、肝心のスペックなんですが、せっかくなので先日発売した RX6500XT と並べてみました。最安価格差では約1万円なんですが、性能的には RTX3050 の方が良さそうな感じですね。ただおそらく RTX3050 の39,800円は再販はされないので、だいたい5万円ぐらいのものと比較した方がいいかもしれません。そうなると RX6600 とかの方がいいんでしょうね。ただ私は6600を持ってないので今回比較はいたしません。あくまでここ最近新発売されたもので勝負してみたいと思います。で、肝心のスペック差なんですが、細かいこと言い始めると夜になってしまうので、この中から比較的説明が簡単な2つだけご紹介します。それがこちら。メモリ容量と PCIe 接続部分ですね。他にも大事なところもありますがそれは解説動画を見てください。で、メモリ容量ですが、RTX3050 は 8GB で RX6500XT は 4GB と、速度とかもろもろありますがそこら辺は省いて言うと、まあ要は半分なんですね。最近のゲームを普通にプレイしたり、またゲームをしながら配信をしたいとなると、このメモリの量はとても大切になってきます。特に VR ゲームなどをやる場合は容量が多い方がいいですね。そして二つ目が、PCIe の接続方法ですね。こちらは RTX3050 が PCIe4.0×8 で、RX6500XT は PCIe4.0×4 接続となります。こちらは以前表を作ったんですが、同じ PCIe4.0 のスロットに挿しても、RTX3050 と RX6500XT では転送速度が倍違うんですよね。まあこの辺の差がどのくらい結果に出るのか、ちょっと楽しみではありますね。それでは検証器に取り付けて実際に動かしてみましょう。シュラララ。取り付け前に今回使用する検証器はこちら。CPU はインテルコア i3-12100F ですね。あとは特に変えてないんですが、メモリを今回は 8GB×2枚の 16GB でやっていきます。それでは取り付けていきましょう。あ、そういえば言うのを忘れてたんですが、
こちらの RTX3050 は映像出力が HDMI×1 の DP×3 となっております。で、見えていますが、補助電源が 8P×1 必要となります。あれ、1650とかって補助電源必要だったっけ？その辺は補助電源必要なかったんですが、今回はあるので付け忘れに注意です。それでは忘れずに電源の電源を入れて、スイッチオン。はい、こちらがデスクトップ画面となります。前回まで RX6500XT が付いていたので、必ずドライバーを削除してからグラボは交換いたしましょう。それではベンチマーク行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。画面左側が RTX3050、右側が RX6500XT となります。映像は2倍速で回しているんですが、割とフレームレートに20くらい差がありますね。人が多いシーンなんかだと10ぐらいの差になりますかね。CPU と GPU のバランス的には特にボトルネックは起きてなさそうですね。では結果を見てみましょう。RTX3050 は 16,320 の非常に快適、RX6500XT は 12,545 のとても快適判定でした。最安差1万円でスコアが4000も違うのはやはり大きいですね。では次。フォートナイト。それでは続いてフォートナイトですね。設定はフル HD の 3D 解像度と描写距離マックスで、パフォーマンスモードで行いました。まあこのゲーム競技設定でパフォーマンスモードにすると FPS が異常に上がるので参考になるのかわかりませんが、ただこちらはフレームレートにかなり大きな差が出てますね。RX6500XT は上空では最高でも120ぐらいでしたが、RTX3050 は200オーバーとかなり良い数字が出てますね。また地上でも大きく差が出ていますね。6500XT も数値的には大きな数字が出ているんですが、上下の振れ幅が大きくて、実際にプレイしてみると、途中一瞬カクついたりとかもしてました。まあこれが CPU のせいなのか GPU のせいなのかわかりませんが、RTX3050 の時は割とスムーズにできたので GPU のせいが高そうですね。では次行ってみましょう。モンスターハンターライズ。モンスターハンターライズですね。設定はフル HD のグラフィック設定を中で行いました。え、中設定なの？はい、というのも、RX6500XT の方が中設定がちょうど良いくらいの FPS が出てたので、今回は中設定でやってみました。ただこのゲームだと CPU も GPU もバランスよく使ってる感じで、特に大きな差はありませんでしたね。ちなみに高設定にしたら FPS はどちらも120前後ぐらいでした。まあマルチとか超大型モンスターとか出てきたらもっと下がるかもしれませんが。では次。Apex Legends。設定はフル HD でグラフィック設定はデフォルト、コマンドで CPU 使用率上昇と FPS 上限突破をしております。このゲームもかなり差が出てますね。ただ走っているだけですが、平均フレームレートが30ほど違いました。爆撃シーンも見てみましょう。一瞬で倒してやる。どちらも落ちてますが、RX6500XT は60ギリギリといったところですね。続いて競技設定のモデルディテールの未公でやってみました。やはり Apex はデフォルトだと中くらいに重いゲームなので、グラフィック設定を下げると大きく変わりますね。それでは爆撃シーンもやってみましょう。ガンガン撃つわよ。どちらも一瞬120ぐらいまで落ちましたね。最低設定で射撃訓練場だとあまり違いがありませんね。ただこのゲーム実際に戦場に行くと、RTX3050 は平気でしたが、RX6500XT だと結構カクつく時もあるので注意です。FPS ゲームで途中でカクついたりは困るわね。ですね。で、検証はこれで終わり。それなんですが。まだなんかやるの？リザイザブルバーを試してみようかなと思います。あーなんかそんなものもあったわね。リザイザ。リザイザブルバーですね。そうそう、で、それなんだっけ？グラボのメモリへの転送速度が 256MB までしか転送できなかったのを上限突破して、より GPU メモリへのデータ処理が速くなる技術ですね。
まあ対応ゲームもまだ少ないんですが、ではやってみましょう。シュラララ。リザイザブルバー設定はバイオス上から行います。ちなみにこのリザイザブルバーは、インテル10世代以降のものか、AMD5000 番台 CPU と Zen 3対応マザーボードがないと使えません。ということでこれで設定完了です。設定が成功すると、こちらのリサイズ可能な、がハイとなっていれば OK です。ではサクッとベンチマークやってみましょう。それでは FF14 ベンチマークですが、右側がリザイザブルバーオンのものとなります。あれ、変化ある？実は全然ないんですよね。結果も見てみましょう。その差26。誤差レベルですね。では次。フォートナイトですね。こちらも上空での FPS。地上での様子、ほとんど差がないですね。てかリザイザブルバーオンにしてる方がフレームレート下がってる。まあこんなリフレッシュレートのモニター高すぎて買えませんけどね。モンスターハンターライズもやってみましたが、こちらもほとんど差がないですね。場所によって200近く出ることはあったんですが、果たして効果として出たのかどうかがわからないレベルでした。Apex デフォルト設定はというと、こちらも変わりませんね。爆撃シーンや競技設定も特に変わらなかったのでカット。はい、ということで今回は、新発売した GeForce RTX3050 を早速検証してみました。あんた的にはこのグラボどうだった？そうですね。39,800円ならありなんじゃないかなと思いました。ただ現状この値段は初回ロットのみという情報もあるので、5万円台となると正直微妙かなっていう感想ですね。まあ5万円台だと他にも強敵が出てくるもんね。ただ私が購入したのが非 OC モデルだったので、オーバークロックするとまた違ってくるかもしれませんね。それでも少しでも安く買いたいって人は、今は在庫切れですが、パリット製の RTX3050 がお買い得かな、とも思いますので、おそらくここは在庫が復活すると思うので、気にしてみてもらえればと思います。ということで本日はここまで。39,800円の RTX3050 がなかなか良かったと思えた方は、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。